です。で、まあ宝冠町で今お店を20年やってて、まあちょっと宝冠町が盛り上がればちょっとでもいいかなと思う。今回は岡山の宝冠町商店街で行われた阿波踊りの様子をお届けします。阿波国徳島県を発祥とする盆踊りであり、現在は阿波国以外にも伝播し、東京都などでも大規模に開催されるようになった。日本三大盆踊りや四国三大祭りの代表的な存在である、約400年の歴史を持つ日本の伝統芸能の一つである。8月12日から15日までの徳島の阿波踊りを終えた流れで商店街で披露し、今年で第3回目だそうです。披露するのは岡山で活動する備前阿波不常連さん。Thank you.
Don't get out of here.
Thank you.
ましょう。じゃあ皆さん後ろについてください。皆さん後ろに踊りましょう。みんなで楽しく。最初の休憩したとこまで。Thank you.
した。終わりです。ありがとうございました。また来年もやりますんで皆さん来てください。まあ、僕徳島出身で全国に徳島県民が散らばってて、いろんな県に各県に1連か2連ぐらいは絶対ワウデの連があるので、で岡山にはなくて、じゃあやるしかないでしょうみたいな感じで始めました。宝冠町で今お店を20年やってて、まあちょっと宝冠町が盛り上がればちょっとでもいいかなと思って、ここでこういう阿波踊りをしたら皆さん喜んでもらえるかなと思ってやってます。こちらも広島の連とかと、香川の連さんと仲良くさせてもらって、その3連合同で今年は80人ぐらいで徳島に踊りに行きました。私は岡山で、生まれが徳島。徳島です。決めるきっかけみたいなのはあったりするんですか？何度も本場の阿波踊りは見に行ってまして、もう見てすごい、もう熱量を見てすごい憧れてました。なんかあちらの、徳島の有名連さんの円錐連さんから練習を見に来ないかっていうなんかお話をいただいて、そこに見学に行ったのがきっかけで、徳島にゆかりのある人すごい岡山県人多くって、なんか知らぬ間にこう岡山になんかこう徳島のなんか阿波踊りの熱の持ってる人がこう集まってるっていう感じ。あ、なるほど。うん、すごい感じます。出てくるね。出てくる出てくる。その今後、そのなんかこの岡山で奉還、はい、町を中心になんか広めていくような感じなんですか？そうですね、そのまあ仲良しの三連もそうですし、仲良くしている徳島の連もそうですし、他県のこう阿波踊りの連も呼んで、もうここでこの筋いっぱいいっぱいに阿波踊りの連が踊ってるっていうのがちょっと夢ですかね。ありがとうございます。